一般路線用車両岩国市交通局と表札化しきり社岩国市交通局は山口県岩国市及び熊郡は木町を中心にバスを運行していた地方公営企業による公営バスである。本局は岩国市日の出町3の10にあった。2015年3月31日を最後に交通局を廃止、バス事業は2009年に交通局が設立した子会社の岩国、 バスに全面上とされた。旧本局跡地の現況左端、交差点通用鉱石上側、国道2号側で入り鉱石急都走者、岩国市交通局のバスロケーションシステム対応のバス、停留所左、緑が丘、右、国病化車両の配置は本局のみ、岩国駅を発着の中心点とした運行がなされている。一下に示した先頭の内は、 特に断りをしている場合を除き、岩国駅から各地へと向かう際に表示される、運行路線の系統番号である。系統番号が2桁の場合は、循環系統のある方面に向かう時であり、10の位が行き先を、1の位がホッチからを順路とする経由値を示す。1桁の場合は、行き先のみを示している。なお、提示しているバス停留場の名称や、経由表記は、 路線の分岐点にあたる路線に乗り換え可能な場所などを元に示している。近代橋、新岩国方面、赤道バス停留所に停車する一部の路線では高速バス近代ブルーライナーに乗り継ぐことにより岩国市周辺地域からも広島方面に連絡可能である。循環系統クルリンの運行時間前に老人福祉センター及び隣接する山口県立岩国商業高等学校との 連絡輸送を行うための運行時間が限定された一方向のみの循環運転路線。朝の通勤利用者の利用も見込んでいるものと思われる。県営黒磯線長野尻、潮風公園線岩国駅方面と、有駅や潮風公園港アシス U などを結ぶ路線である。なお、岩国駅長野尻の部分は、かつてあった遊。 屋内方面路線の残余部分とも考えることができる。脇町方面以前の名称は、高和石油線であった。この旧名称は、会社合併により、新日本石油生成が成立するまで、浅里不正油所を所有していた、旧、高和石油株式会社の名をもとにしている。その後、新日本石油と、ジャパンエナジーと経営統合して JX 飛行。 日赤エネルギーとなった後には JX エネルギー線へと名称も変更されている。系統番号はに統一されたが昭和橋を経由する便と立石二丁目を経由する便があることには変わりがない。また新興三橋に停車する便は限られている。なお、本領線の岩国駅から小族から栄橋の区間は廃止された。 大竹市内行き路線の残余部分を継承している。昭和橋を経由する便と、立石二丁目を経由する便がある。新興三橋に停車する便は限られている。脇町を経由して、岩国市小瀬地区へと至るのを主とする路線である。カン,カンバイパスが開通した現在においても、脇駅への連絡という新たな役割を得て、小瀬地区への運行は続いている。なお、 1971年4月当時、近代橋市発岩国駅経由の直通便が存在した。この直通運行は、1996年の時点でも上坂駅として残っていた。岩国駅、交通局方面これらの路線は、岩国駅に到着後、その延長区間として、目的地まで運行される。岩国駅を発車したバスが、 各地から岩国駅へと戻る場合の系統番号の表示は、アルファベット行き先番号の末尾一桁となる。なお、岩国駅止まりは、A 行き先番号の末尾一桁で表示。行き先番号の末尾一桁は、原則として岩国駅から各地行として発車した時に表示していた番号と、同一のものを表示する。アルファベットは延長運行区間の系統番号を表示する。 循環系統は、アルファベット逆回りの路線の下一桁を表示。また、交通局方面から岩国駅へと向かう間は岩国駅からさらに各地へと向かう際の系統番号を表示する。岩国駅止めの場合は、系統番号を表示しない。なお、木工団地発着の路線は、平日の朝夕のみの運行である。通勤利用者を想定した運行と考えられる。 岩国空港線かつては、クルリンという愛称の一種類3系統のコミュニティバスが運行されていた。かつて運行されていた桜は、クルリンに統合された。内は車両に貼られている、系統番号以下の経路は、左回りを順路として記載している。牛、野谷、山中団地、南岩国駅ルートのみ、行き先番号を基準に記載。料金は、 全区間100円均一となっている。クルリンには専用車両として日野自動車の小型バスを使用している。運行開始時に専用車として初代モデルが4台導入され、2007年3月に2台目、モデル1台が追加された。なお、専用車両以外に清流号も同時に使用している。なお、車検時などには代替車両が使用される。柳井駅行きは、 瀬戸内海の海岸近くを経由する岩国、屋内館を結ぶ郊外路線であった。湯温泉行きは両端のバス停名称の通り、山陽本線の駅と温泉地を結ぶ路線である。現在は岩国市営 U バスが運行する路線経路の一部として継承されている。千鳥が丘中行きは有町内の千鳥が丘団地との連絡路線。現在は 岩国市英雄バスが運行する路線経路の一部として継承されている。長野尻から千鳥が、岡中が廃止された後、長野尻、潮風公園線として、遊町内への乗り入れが再開している。岩国駅方面と岩国飛行場の場内各所を連絡するための路線。上に示した路線経由表記は、2000年時点でのものであり、1963年時点とでは、 飛行場内のバス停設置数等に違いがある。岩国飛行場の性格上、利用者は海上自衛隊もしくは米軍の関係者が大半であったものと推定される。なお、1952年6月14日に岩国飛行場への民間航空機の就航がなされた、時には岩国駅前に設置された日本航空待合所と岩国空港を結ぶ。 定期便路線が運行された。JX エネルギー線の経路途中である栄橋より県境を越え、広島県大竹市内にて運行していた路線群である。上に示した路線経路は1963年時点のものである。これらの路線は栄橋、大竹駅の廃止を最後にすべて消滅し、大竹市内からは全面撤退している。なお、 1971年4月の時点では、岩国駅始発便以外に、近大橋始発、及び、遊温泉、長野寺利始発経由の直通連絡運行を行う、運行系統が存在した。貸切用車両近大ブルーライナー一般路線用、小型車両窓上に広告を載せた、中型車両貸切用車両として、日野、セレガ、イスズガーラなどを保有。ほぼ全車両が、 季節ごとの近代橋を題材にしたラッピングバスとなっている。2006年10月には日野セレガイス HD のリフト付けモデルを導入した。高速バスには貸し切り車などを転用したものが用いられている。転用に採取車体の再塗装を行い、岩国市の名称である近代橋と西木川を流れる水の色を連想させるデザインとなった。なお、 後に高速バス用として追加されたセレガは、再塗装は行われず、行き先表示器の設置のみに止まっている。三菱不走トラックバス製の車両と、日野自動車系統の車両が存在する。つては、イスズ自動車製の車両も存在した。現在は全車両が、中型車、またはそれ以下のクラスとなっている。中型車両は、クリーム色の地色を上から順に枝分かれしながら、 最終的に4つに分かれて覆う単性色の模様が描かれている。前面はクリーム色の地色にフロントガラス付近の単性色の線状模様。後部はクリーム色にリアウィンドウ下の細体1本。小型車両は白色の地色に緑色の帯模様を基本とし、体模様は直線的で鋭角部分を有する。車両によって体模様の形状などに 細かな違いがある。三菱の車両は三菱そ装、エアロミディのワンステップモデルが中心。日野の中型車両は日野、レインボー RJ のワンステップモデルが中心。工術のギャラリーバスにもこの車両がベース車両として用いられた。小型車両には日野、DSC が用いられている。1977年9月よりバス事業の収支改善の一環として車両へ。 広告版を取り付けることが始まり、一時は窓の上部に横長の広告看板を搭載した車両が多数見られたが、現在ではわずかに残るのみ。岩国市交通局では名物バスと称して特徴的な路線バスをいくつか運転している。上記のコミュニティバスもこれに含めて紹介している。市助。 ごうかつて岩国西木美館で運転されていた岩国電気軌道の電車を模した電車風バス。日本初の電力会社である東京電灯や白熱車の創業者で岩国電気軌道の創始者でもある藤岡一助の功績を称えるため、1999年4月1日から運転している系統番号として運転。ちなみにこの路線には、 かつての岩国電気軌道の軌道跡を走行する区間がある。青流号清流号1996年に導入されたワンマン運転の小型バス。子供たちが応募した作品の中から選ばれた優秀作3点を元にしたデザインがペイント塗装で施されている。1996年のバスの記念行事に線に入った子供たちに対するデザイン表彰式。 出発式及び試乗行事が行われた。現在はクルリンの運行車両として使われている。ギャラリーバス車内にあるテーマによる展示を行い、車体全体にラッピング広告と同じ手法によるデザインを施した車両。以下の3台があり、いずれも系統番号で運転されている。基本的に各車両の運用が固定されているが、車両整備等の都合により、 大体車両による運行となる場合がある。ソラピー号岩国近大京空港と市内を結ぶシャトルバス専属で使用されている車体外部前面に航空機のラッピングを施したバス。デザインは岩国バス公式サイトの車両紹介参照。岩国市交通局が運営主体となっていない岩国市直営のバス事業としては岩国市生活交通バスと岩国市 au バスがある。 岩国市営がバス、岩国市営周東バス、岩国市営ら関西流バス、岩国市営金バス、岩国市営三川バス、岩国市営三和バスは2009年4月1日付で岩国市生活交通バスへと再編された。岩国市公営企業局として公営企業組織に移行した際、1949年7月に岩国市土木課の所管で開設された。 岩国柱島間の都線事業には運輸箇所間を継承した。この都線事業は1961年に防御規制へ譲渡され、現在は岩国柱島海運が航路を継承している。道路、路線、住所情報の取得に関して、現況の道路、路線、住所情報の取得に関して、ありがとうございます。